さあ皆さんこんばんは、りょうちチャンネルへようこそ。さあ本日も太鼓立春の方続きやっていこうかなと思っております。はい、昨日かな、配信でだいぶまだ進んでね、今回信長包囲もそろそろ秀吉じゃない藤吉郎がまだ藤吉郎もね、一国はまだかな、一条の主にはなれるぐらいまで来たんじゃないかなと、順番待ちみたいな感じですね。そこら辺今日お届けしていければなと思います。まあ昨日ほど長時間は配信しませんが、今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。あてるさんこんばんは。さあ岐阜城、確かね標定まで時間が余ってる状態からなんですよね今日は。確かねいろいろと配下も増えたりして、でまあ結構ね技能も覚えてきたところではあるんですが、茶道を上げときたいね。茶道をマックスに。あとね、人物。配下もね、一応ね、こんな感じでちょっと増えたんですよね。ただみんな足柄組頭なんですよね。だから早くね、有力な、まあ、この竹中半兵衛、小一郎とかね、蜂須賀正勝あたりは早めにちょっとこう、上の位にね、上げさせときたいなとは思ってますので。まあね、有力なね配下見つけに行くのもありかなと思うんですけど、義久か、まあこれもね、佐竹義重がねなかなか仲間になってくれなかったんで、まあ残り50日あるんで、佐保もねだいぶ霊峰か、そうこのね茶道でだいぶ技能を覚えて、技能っていうか称号っていうか、なんつうんですかね、特技か、うん、で茶道を上げ、茶道っていうか茶会開くだけで、茶席開くだけで、ね、いつもより効果が高い感じなんで、まあちょっとそこら辺もねうまく使いながらちょっとやっていくか。全国の武将とかって見れるのかなこれ。人物一覧あるね。ただこれ多分会ったことある人だけなんだろうね。ああいるね、大久保ちゃん。甲府の町拠点はね、そう義重、これが手に、こいつを仲間にしたいんですよ早く。義弘とかここら辺はもう年いってるからね。浪人結構いるねこうやって見ると。会ったことないやつでも分かるんだねこれ。ただこの中でもね必ず仲間になるよっていうのは全員が全員そういうわけじゃないんですよね。あアイス元寇祭、剣豪さんかな、これどこにいるんだろうこいつ。後藤総員、レモンの刑か、レモンの刑どうしましょうかね。これこのゲームではねちょっとレモンの刑っていうのはないんですよ残念ながら。はい、やりたくてもできないんですよねレモンの刑は。どうしようかな、やっぱ義重か、ちょっと義重会いに行くか。木更津の町、仲間になってくれるのかな。これ大名クラスなんですよねこいつ。岡本善哲、どこにいるんだろうこいつも。鹿島か、家臣孤児。こんなや、いやー家臣も家臣奈良か、行ってみるか、ちょっと近いとこ行ってみるか。先家臣孤児、家臣孤児と佐竹義重。あ善辻さんこんばんは。
さてと、まずは浪人雇って、酒場か。あ、解雇じゃないね。あれ何日いるのまだ。あ、41日か。じゃあいいや。先ちょっと奈良行ってみるか。家臣小路仲間になるのかな。家臣小路。あ、どこ行った。贈り物。この人何が好きなんだろう。兵法書かな。頭良さそうだからな。政治書あげてみる。あ、そう。これ誰？これ違うか。奈良か。これでいるかな。お、島、あ、あ、島吉岡じゃん。島左近じゃん。あれれれれ、どこにいた。ちょっと送り物しとこう。いや、こいつは多分武具でしょ。いや、島さんはちょっと仲間にしたい。どう？あ、なんで使ってんじゃん。そっか、しょうがないな。家臣さん何が好きなんだろうね。あー、やっぱそんな簡単にはなってくれないか。そう、一回贈り物しちゃうとね、茶道ができないんでね、もうしょうがない。では先一回海をね行くと危ないんで、ピオス行ってから。何だこれ、これも浪人か。どうだっけ。木更津か。とりあえず小田原まで行きましょう。早く水軍も上げないとね。なかなか海が。あ、これ誰だ。伊達種宗じゃん。どうしたの。浪人だって追い出されたのか。76歳はちょっときついね、年が。これ誰。七条兼中。ああ、三好か。これ外だとね、贈り物しかできないんですよね。で、かも、かつ勧誘もできないから、そう、家に帰ってくんないと何もできないんですよね。桜の町に行ってから、来たらず。さ、吉重いるか。どこだ、民家か。あ、いるかな。ちょっと待って、一回正木さんに。あ、ここみんななんか吉弘。みんな仲良くしておいて。おお、里見さん。でこれちょっと里見さんに後でね、佐竹の好みをカードする万能薬を出すか。ダメか。正木と岸家もね、悪くはないんだよね。あ、52歳か。52歳はちょっともういらないね。先が。
まさき系がどん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 。和田為明か、うん、トキさん、あれ、トキさんは？さあ、で、一番ちょっと有効度高い人に佐竹の話を聞けない、聞けない、そっか、聞けないんだ。吉重茶会でいけるかな、これ贈り物をした方がいいのか、うん、前何やったっけな、やっぱなんか贈り物かな、具足？具足ちょっといいのあげちゃうのもったいないな。やっぱ刀かな。おお、骨のある相手と一戦交えたいのございます。拙者手合わせいたしませんか。お、いいよ。これ勝ったらいいんじゃね、結構。ちょっと待って。あ、待って待って待って。あれ使おう。もう勝つために秘技。合力、お、おいおいお、勝てんじゃねこれ、余裕じゃん。まあ剣豪じゃないですからね、この吉重さんは。あー来た、吉重来た。これで勧誘できんじゃないこれ。どうだ、おお、やった、よしげ、よしげが配下になった。もうこれでこの町には用はない。あとだっていい部署いないもんね。まさきときしげも結構年いってるからね。内政寄りでもしまあ雇うならこいつぐらいか。和田秋ため。まあ、人はいても悪くはないでしょう。余裕がある。うん、ああ、いいね。OK。こんなもんかな、とりあえずは。さあ、残り33日。水軍をね、あげたいなぁとは思っているんですけど、これか、水軍って。あ、よしうじいる。これ、辻切りしたらいいんだよね、これ。どれだ、よしうじい。これ、辻切りするとね、なんかすごい強い武器が手に入るらしいんですよ。まあ悪夢屋上がっちゃうと思うんですけど、合力、あれが吉藤か、どっちが吉藤だ、オーケー、多分こっちかな。槍持ってんだね、こいつ。OK。辻切りしちゃった、初めて。あれ？あれ？あれ？辻切りしたのに手に入んないね。悪名がちょっと上がったわけじゃないか、これ。あれ？どういうことなんだろうね。ちょっと辻切りがいまいちわかんないですけど。さっきはどうもでした。これ誰だ。ね、鳥羽か、近くだと。北畑さん。あ、五行さん、お疲れ様です。あ、夜はありがとうございました、こちらこそ。残り30日か。お父さん。
だったら上げたい技能をどうしようかな。建築？開墾？鉄砲あたりやっとくか。残り20日でしょ。あ、水軍行くか。ちょっと水軍上げないと本当は危ないからな、今後。これかな？鳥羽の砦。ここだってるよね。ほい。あ、待った。ついでにじゃあ、行商に行こう。ああ。いや、なかなか馬が手に入んない。さあ、鳥羽の砦で海賊屋敷、砦連兵所、砦修行所、造船所、海賊宅。なんだろう、海賊宅って。目頭。あ、違うか。仲良くはなれないんだ、これ。どうすんだ、これ。海賊屋敷。戦票って何？どこの戦票が欲しいのでござるか。戦票って何これ。何戦票って。ああ、やっぱクキさんすごいね。あれ、これでどうすんだ。これかな、砦連兵所。仕方あるまい。砦修行所かな。ちょっと聞いてみよう。操船術に関する能力が鍛えるための場所でござる。ああ、これがね、水軍技能を磨いたり、操船術関係の札を手に入れたりするとかできる。修行には10日必要でございます。2巻ほど。いや、もう全然2巻なら安いですよ。模擬船を省略しました。え、何？あ、今のもそういう扱いになるんだ。あの、野戦と一緒で。お、わかったわかった。創戦の心得。なるほどね。こういうやって、上げていくわけだ。さあ、じゃあちょっと戻りますか。お、よし、しげ、さすが。先にご飯。あ、来た。これやってから休んだ方がね、お得ですから。あれ、100になってる。何日あんだ、標定まで。6日か。まあいいや。お、堀秀政。佃十成さん？十成さんって誰？じゃあ、そろそろ城主になってもいいと思うんですが。お、来ましたよ、猿。任命どこだ。新たに上司を任命いた。たる前にだよ。母観音寺城。またちょっとなんかあれだね、今浜じゃないんだね、これ。長浜城だったよね、本当だったら。確かだけど、観音寺城って結構あれですよね、堅牢な城じゃなかったっけ。堅固な。どうしよう、受けるしかないでしょ、これ。誰か一人選ぶがよい。よりき。どうしよう。ちょっと能力高いやつがいいな。数正？数
勝俣だよな、この中ではもう断トツ。佃和成、ね、やっぱ能力高い方がいい。堀秀政は、堀直政って誰？善通寺さん、観音寺城はおいおい安土城になるので開発はしなくていいですよ。あ、そうですか。あ、宮部純慶いる。あ、宮部慶純ね。あ、そう。じゃあちょっとどうしたらいいの？俺なんかね、なんか長居できないところに、じゃあ、あ、定勝いいね。よりけ、うん、吉成は良くないな。定勝か、村井定勝か、うん、前田源氏も悪くないんだけど、村井さんか、村井さんかな。能力でいくと村井さんだよな。勝政もいいんだよな。侍大将しようか。勝政もありだな。浅野は、あ、村井さんかな。村井さんか滝川勝政かな、やっぱり。これ86年に亡くなっちゃうんですよね、これね。村井さんの方が早いか、もしかしたら。村井さんどこ行った？村井さん善通寺さん、後で追加で、よりき追加でもらえますよ。あ、本当ですか。じゃあちょっと上に上がりそうな和正にしとくか。はい、いやー、来ましたよ。格好が変わった。格好が変わったよ。殿、護衛天でございます。おめでとうございます。いいね、よしげ。あ、そう。これどうすんの？城主になって。あ、音楽が変わった。観音寺城。これか。え、善通寺さん、そのね、後々開発が安土城にされるから開発しなくていいっていうのは、じゃあ何をすればいいんだい、ここは。軍備系ですかね。何の雇用ですか、これ。贈り物とかした方がいいのかな。なんかいろいろあげるためにも、統率、贈り物、高卒あげたいね。なんかあげるか。ね、これかな。具足はどうだ。武力か。具足は違うね。高卒あげたいね。これも武力か。あれか。書物か。7か。確かにさ、俺こんなに一人でいっぱい持ってても意味ないもんね。なんかあげた方がいいよね、これね。ステーム、あー、書物かな、やっぱ。古事記、あ、政務か。兵法書は俺持ってたいから、これあげるか。兵法二重紙編、統率、はい、 OK。 これで、あ、7上がったね。OK。だ、一通りこれ全部開けてもいいわけだよな。そう考えると。で、どうすんのこれ。内政、さて、どうしよう。神殿開発、鉱山開発、城補修、城増築、治安向上、何がいいんだろう、これ。ちょっと待って。あ、聞いとこう。わかんないからね、初城主だから。城がご自宅になります。はい。城主の間になります。城主の間ではご自宅でできたことに、標定の間、能力鍛錬などが加わります。標定の間で行われることには、指名伝達、人事合戦、謀反、輸送、拠点移動などがございます。
ピーコロさん、こんばんにゃん。ああなるほどね、身分を上げることができる。出陣の際に援軍を頼むことができます。援軍を頼めるのは大殿の叙情や同盟を結んでいる勢力の拠点からです。ああなるほどね。輸送と拠点移動は国主以上の身分になれると行うことができます。輸送は木下様の支配する城間で、城間、城間か。ああなるほどね。能力鍛錬、特別に許された鍛錬にございます。金100巻と30日の時間が必要ですが、統率武力、政務、地防、魅力といった能力を上げることができます。おお、鍛錬ばかりしていてはいけません。毎年初めの代表状で他の上司と比べられることがございます。ああなるほどね。ああなるほど。茶会を行うことができます。城下に住まう部下を集めて茶会を催すことができます。ご上司以上の方は居城の軍資金をご自身の所持金に引き出すことができます。再度無駄遣いはお慎みください。なるほどね。それ以外にも居城の兵糧の売買や武士の購入なども自身でございますので、ご家臣には任せるに、お任せになるばかりでなく、はい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 。あーなるほどね。おネネもなんかバージョンアップしましたね。あピーコロさんこんばんは。さあやっと城主になりましたよ。どうすんだ。とりあえずちょっと話そう。あんま変わんないのか。ここは茶会。はい、茶会しました。とりあえず協定開いた方がいいのかな。これ殿何がなさいますか。指名伝達、何これ。軍資金が、軍資金全然ないじゃん。8126しかないよ。全然ないね。コマンド指名どうで、何これ。あーなるほど。ああはいはい、いろいろあんだ。あずまさ、軍資金調達じゃないか。とりあえず元で3000か。頭いいやつにやらした方がいいよね。まああれってか、これはあれどうなんだ。三術と小一郎か。吉重も頭いいね。三術と弁舌か。小一郎と半兵衛と、小一郎と半兵衛、吉久ぐらいでいいか。沼田さんもありだな。指名で立つ小一郎。あ、兵糧売却もあるんだ。ほい、兵糧売却特になし。元で3000石。沼田さん、また兵糧どこなんだこれ。これが果たして多いのか少ないのかが分かんないけど、兵糧売却お金稼いできて。で和田さんは何ができるのこれ。軍資金調達か。和田さんってあんま良くないよねこれね。そうでもないか。一応あ三術一か。あ待て待て待て、カズマサは、待て、カズマサに、軍資金調達。吉重はどうすっかな。
群馬購入。あんまやることないな。ちょっと評論、もうちょっと米売らすか、じゃあ。米。もうとりあえず。米売ってこい。和田さんどうすっかな。和田さん。和田さん。拠点調査。軍事系技能。訓練。あ、じゃ訓練も必要だね。軍事系技能ってなんだろう。軍事系技能。技能何持ってんだ、こいつ。軍事系技能ないね。合戦系ばっかだね。だったら、兵糧売却、ちょっと、安部、小一郎、沼田さんぐらいにしといて。訓練がないんだね。就業なし。ちょっと待って。あれ訓練ないな。あ、和田さんか。訓練和田さんしかないんだ。和式訓練と80。訓練させるか、観音寺城。元手ってこれお金は？お金あげれないのか、これ。これちょっと、和正の、これをやめて。元でなしか。人材調査。人材調査って何？甲田テレビさん、こんばんちゃんこ。人材調査って何だ？軍資金に調達させるか。正勝さんは、正勝は忍術高いの。正勝ちょっと人材調査させるか、これ。カジオさん、どうしようかな。カジオさん、修行自由、何させるかな。カジオは政務系か、やっぱ建築、どう、開墾。お金は、お金はなしか、これ元で。真壁さん修行、うん、おお、卒。足軽上げてもらうか。あ、いや弓でいいかな。弓 OK。 ほい。人事、昇進、昇進に見合う勲功をあげた者は一人もおりません。ないのか。 OK。 能力鍛錬、金庫、入金、軍資金。ああ、なるほどね。軍資金、あ、軍資金増やせんだ。ちょっと待って、出金して貯金から7万8000円だから、ちょっとお金を回しとこう。金庫、入金、軍資金へ1万ぐらいちょっと回しとくか。 OK。 でこれで指名が言い渡されたのかな。ちょっと義重にもなんか物あげとこう。統率あげさせたいね。不在か。和正はちょっと寄り気だから。小一郎。小一郎の何をあげようかな、こいつ。こいつも統率あげとくか。あれ、みんな不在じゃん。みんなどこ行った？おう、みんな不在。あ、みんなどっか行ってんのか。そういうことか。徴兵、結果が出るまで20日ほどかかります。よろしいですか。はい。説得、武勇を誇る、説得を行う、武勇を誇る、説得。
わ、なんだこれ。あ、コードテレビさんこんばんは、ピコさんこんばんは。これあれだよね、相手が誰か同じか自分が誰かだよね。え、ちょっと待って、自分が誰、違う、おお、おお、ちょっと待って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 、相手が誰、わかんない、全部足さなきゃいけないこれ。同じじゃないこれ。あー、マジか。おー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 、相手が誰、あ、よ、ちょっとまたわかんない、わかんない、38293184、わー、わかんない、相手が誰、29、え、なじょ、ち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 ょ、あ、っと待って待って、え、相手が誰もうこれ、さっきから当て勘でやってるからな、自分が誰、おぉ、25726、あ、自分が誰、え、違うの、41、おいしょ、あら、というわけだ、どういうわけだよ。刀狩りを使用しました。あ、兵士が1370になりました。観音寺城の住民安定度が2位下がりました。浅井家を攻略せよ。あら、そう、期限なし、期限なし、ちょっと待って、あいつらどこ行った、彼らはどこ行った、お、報告にいらした、弓術を習得した、お前失敗したんかい、カジオ、あら、そう、2人しかいない。大殿が小谷城に攻め入っております。援軍を出すなら今かと。でも何をなさいますか。善通寺さん、浅井家攻略後城代へになるのでご注意。あ、本当、待って、2人しかいないじゃん、他のやつはどこ行った、他の人たちどこ行きました、ちょっと待ってください、ちょっと早く帰ってきてくださいね。ちょっと待って、攻めたいんですけど、ちょっとどうしよう、訓練どうなってんのこれ、城の訓練度、分かった、これさ、お城の情報ってどうやって見るのこれ。観音寺城、人口、石高、あ、石高結構高いね。安定って住民安定51、これが果たして高いのかどうなのか分かんないね。あ、高くはないんだね、100とかあるもん、ほら、お城、客、あ、うんちくじいさん受け入れる。聞く酒じゃ。論より証拠、ちょっと飲んでみるな、そこ。お、どうしたん。お、報告。あ。おー、いいね、カズマさん。5850名、1498稼いだ。103頭購入した。クレーンド1上昇。じゃあちょっと攻めますか。協定。援軍を出すのは今からと。どこ？あ、これか。1個しかないんだもん。攻めてるって言ってたね。戦闘中。あ、じゃあ行かないと。はい。城主、侍でしょ、残念でしょ。真壁さん。あー、そっか。半兵衛とかが戻ってきてねえんだよな。
あ、しょうがない、これで行くしかないか。認識兵糧47日分。あ、兵糧全然あるね。はい、行きましょう。おさ、遅れを取るな。さあ、軍団命令、まだ早いか。軍団命令は援軍要請とかもそんなもんか。備配置、どこどこで、どこどこ、あ、そうか、絡め手には置けないんですよね。ここか。全部。はい。ん？あれどこだこれ。ここか。はいはい。これでいいのかな。OK。 さあ、初ですね、城主になってから初の。さあ、お前ら、特技、激励、じゃあこれで士気が上がって、うーん、どうすっかな。教師特技、火攻め、火攻めするか。全然減らね、全然減らないんですけど。縄文ばっか。あんま減らないね。特技何もできない、全然減らねえ。特に、あ、何もできないな、こいつも。射撃、すごいね、前の人たち全然ガンガン上がるね。あ、ダメージが。さあ、どうしようかな。火攻め、全然減らない、射撃しても。あ、朝倉軍っていうのは軍団的な英語として、まあこんだけいりゃ負けないでしょ、さすがに援軍来ても。少しでもちょっと縄文の強度減らしとくか。さあ、野戦、野戦内容以上でよろしいですか。はい、いや、ちょっと一人でもね、多くのちょっと浅井家を、朝倉家か、倒さないと。全然進めないな、これ街道だから。
こう側か、開けてるのは、うん、あんまりがっつり進むとな、集中砲火くらいそうだから、ちょっと様子見ながら。これで、何これ、幻惑の術、対象の敵とその周りにいる敵を混乱させる、実行する微対象の制度を実施。ああ、なるほどね。奮闘しとくか。あ、間違えた。あ、こいつはコブしかないのか。誰だこれ、カジオさんか。ほんと、ほんと、こいつももうちょっとこっちにおびき寄せたいね。なかなか来ないな。突っ込むか、もう。これで弓矢パッコ。これ誰、真壁さんか。いや、またまた。こうだな。あれで囲って一気に倒しちゃう、突っ込んできたやつは。あ、やっぱ下がるか。あの伏兵がどっから出てくるかだよな。いい感じで減ってるね。やっぱこっち来るか。どうすっかな、囲うかも。よく上、神速違うね、これ移動か。ヒア、ヒア、ヒア、あー、そういうことか。だったらこっから撃った方がいいな。あ、これ俺の台だよね。カズノさんに突っ込ませよう。あ、義達だ、幻惑の術、対象と敵とその周りに敵を混乱させる、実行する。混乱か。挑発は何？だね。これなんだこれ。落とし穴を作る。ああ。忍者系の技か。お、幻惑。いいね。幻惑状態になった。さあ、じゃあこれで一気に。電話使う必要なかったね、これね。今思ったけど。さあ、囲って倒そう。
さあ逃がさねえぞ。あ、待って待って、いや佐竹さんにねなるべく功をあげたいんですよね。あとはさあ突っ込め、いいよ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 、いい感じだよ。いいとこで伏兵出てきたね。俺らのあれじゃない。さあこれ、あー待って待って、ちょっと待って、なんか特技があるかな。あーなんか突っ込む系ないんだ。こいつの弓ぐらいだったら死なないでしょ。こいつの弓でも死なないんじゃない。あ、やべ、あ、カズマさんにやらしちゃったよ。ヒアは届かない、届かないんだったらフント使わせよう。ちょっともう少しね、あれが欲しい、勲功を。秀吉の勲功はもういらんから。おお、なんだあいつ、あれないのか。いい感じで、あの総大将をね、本体が引きつけてくれてる、こいつがね、蒲生さんが。うわ、マジか、これはやばいな。もう一体ぐらい落としたい。逃げられちゃうかな。あ、やっぱ無理か。お、地匠、合戦継承後、合戦において人並み外れた活躍をした部署に与えられる称号。あんま何もやってないけどね、秀吉自体は。で終了。あれ、俺の部隊がいないよ。何や、あれ、これどこにいるの、これ。移動。あれ、あ、ちょっと待って、なんかめんどくさいことしちゃったね。これ誰、これ、これ誰、これ。あ、真壁さんか。いや、この二人はいいや、ここにいさせよう。待機、待機。ちょっとね、勲功少しでも上げれるやつをね、前に出して。委任、委任しましょう。ちょっともうめんどくさい、この二人は。
浅池攻略が終わったら白髪になるってことは、やっぱ長浜が本城になるってことか。そこはやっぱ史実通りになるんですね。開いちゃうんじゃない？そんなことないよ。あ、OK。誰これ？これ誰？待って、千景が。あ、吉重か。よし、吉重に力攻めで開けさせる。OK。いいね。これで吉重に多分勲功入んだね。ただ援軍だとどうなんだろうね、これね。強っ。さあ縄文バカ、この笑い声がさ、聞くたんびに。頭に残るっていう。罵詈雑言でしたっけ、これ。なかなか減らないね。なかなか減りまへんな。これ寄り気はずっと寄り気でいてくれるのかね、国替えとか例えば城替えになっても。もうやるか、特技やるか、もうしょうがないな。なかなか減らないかな。善通寺さんいてくれますよ。あ、本当？じゃあ一馬さんもちょっと勲功稼がせた方がいいね。で、こういう時にやっぱね、オフラインの信長の野望やってると能力とか結構頭入ってるじゃないですか、名前が。でこれぐらいの年代に あいつそういえば生まれるよなとか、浪人で出てくるよなとか分かってると、なんかね、そのタイミングでこう全国回って浪人の状態で親密度上げて自分の配下にとかしやすくなりますよね。委任にしたのはいいけど、ずっと後ろにいんなこいつ。おっと、体の具合が悪いと。大丈夫ですか。これ自分以外の武将には体力ってあんのかな。天空寺さん、能力高い武将知ってると楽ですね。で、楽ですよね、配下にしやすいから。あー、すっげー笑ってる。これさ、貴重品使えるのかな今。あ、飲めるんだ。おー、飲める飲める。あ、飲めるんだ。あ、知らなかった。特技使って少しでも減らして、ちょっとうちの、あ、やべえ、俺が開けちゃったやん、やってしまった。ちょっとうちの部下にさ、マサイモンさん、こんばんやん。
あ、マサイモンさんお疲れ様です。お仕事お疲れ様です。今日はありがとうございました。今日ちょっとね、編集しようか迷ったんですけど、ちょっと早い、まあ、いつもよりね若干早い時間から配信できるんで、今日はちょっとこっちやっちゃってます。気攻めするか、ね、使えるうちに使って早く落として、ああやっぱ兵士数少ないからあんま減らないのかな。いいよ、減らして減らして、そうそう、減らして減らして、マサイモンさん、家康連日奥ですね。あ、もう暑ですよ、本当ですよ、もう、はい、さあこのターンで城門を開けれるか、開けれないね。だったら射撃しよう。もうちょっとね、俺らのターンが来るときに壊せるぐらいまで減らしてもらって開けると。いいよ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 、減らして減らして。雨か、マジか、雨か。あー減らないね、力攻めで減らないね。無理だね、開かないか、縄文ばっかできないもんね。あしょうがないな、これあー開いちゃうか。絶対誰かしら縄文攻撃するんだな、あんだけいたら。お願い開けないで。いいよ、弓、あいいね、 OK、 これはもう俺に運が回ってきたね。で秀吉はこうさせて、もうこっからはこの2人で開かはず、開かない、開かない、カズマさん開けろ開けろ、よし OK、 やりました。これでどうなんだ、ほらやっぱりね、俺、あちょっとダメでしょ、いや吉重もうちょっと上げたかったの、早くね身分上げさせたいんですよね。しょうがない、我が軍が浅井家の本庄ボタニを落としました。いやいや、お前いたじゃん今。善通寺さん、雨雪降った時用に土流攻めあると楽です。土流攻めどこで覚えるんだ。大鳥屋にお言葉をお預けしております。浅井家の攻略はもうせずともよいとの仰せでございます。あれ善通寺さん、開墾ルブ4、あ、開墾レベル4。お、細川藤高さん、おい、来た来た来た。あ、1900巻、1800巻、1400巻。これどうなんだろうね。人材調査失敗。朝廷の間、指名伝達。どうすっかな。これ軍馬とかもじゃなくなっちゃうのかな、ここでやっても。それだったらさ、修行させた方がいいよね。こいつ、足軽鉄砲。
放水軍軍学、修行。滝川和正はどうしようかな、軍学かな、こいつも修行。いやどうさせようかな、こいつ政務か、開墾、あ、建築だな。佐竹さん、あ、待って、佐竹さんは修行、佐竹さんは開墾、半兵衛修行、騎馬建築鉄砲水軍弓武芸、意外とはいいね、文学マックスだもんね。弓かな、小一郎も修行。建築沼田さんも修行。軍、あ、いや軍学じゃないな、こいつ志望でしょ、志望だと何なんだろうな。まあいっか、軍、あ、算術八スカ修行。軍学カジオさん、カジオさんどうすか、建築か、ま、真壁さんも修行。とりあえずね、己を磨きてください皆さん。弓術 OK、 これでいいか。で、どうすかな、昇級、あ、無理か。でどうしようかな、能力鍛錬ってあるか、ご飯、ご飯、ご飯、お、来た、オッケー。さあこれ能力鍛錬やってみるか。能力の鍛錬なされますか、100回必要です、単兵10日かかります。いやちょっと待って、自分の能力がわからない。武力もいらないもんな、別にちゃうだろ。建築、建築とかやっとっか、水軍か、誰も多分いないんですよねこれ、ほらみんなどっか行っちゃってんだよな、そう指名を上げたから。さてじゃあ誰か探しに行くか。これさあれじゃない、もしかして小谷城落ちたでしょ、馬浜の町とかに行けばさ、もしかしてあれじゃない、浅井家の、あ、いないんだ、もしかしてあれか、みんなもうの織田家に使えちゃった感じかな、他の、何これ、西川陣営も朝倉家を攻略制度のことです。あらま、そんな状態で、さあどうしよう、誰も多分いないんですよねお城に今、家臣孤児、金ヶ崎、これ一条谷もそうだよね、秋田の城も、ここ、この3つか、ちょっと待って、どれぐらいいるんだろう敵は、
人物身分浪人大久保長安甲府か。大久保長安欲しいね。あんま増えてないね浪人も。ま、変わってないな。甲府か。大久保長安ちょっと長安期限なしでしょ。期限なしだったらちょっと長安を甲府甲府ここか追加。さあいるか。うわいマジか。不在か。このタイミングで不在か。不在の時はねどっかにいるっつってたんですよ。近くっていうか、まあ、どっか万一歩違う。二畑さん結構みんななんか遠く行ってんだよね。家臣恋人あれどこ行ってんだろう長安。あいた。これ一回話しかけてそして甲府戻れば多分いるんですよ。あ長安なのこれ長安じゃないんだ。ずっと長安読んでた。これが好きなんだろうな。好みがわからない。好みがわからない。だろうな。政治書かな。おおおお。これでさ多分行けば多分いけるはず。いるはずだし、いけるはず。だね。さあ、いるか。超長安。あ、いた。襲撃って何これ。浪人だよ。襲撃って何これ。いや、勧誘。このものにはこれだけの情報がある。おーし、お願い。あー来た、長安。またこれで有能な部下が一人増えて、ちょっとじゃあ戻るか。まだ攻めてないよね、多分ね。金ヶ崎も普通でしょ。地上谷も普通になってるし、これ俺単体で攻めろってことかな。岐阜の大殿から書状が届いております。今浜への城替えを命ずる。おお。殿の地力量を見込んで今浜の地を飛ばせようとの考えかと。同時にその方を筑前主の職に追挙しておいた。慎んで受けよ。殿、今浜は琵琶湖に近く開発の仕方によって大いに発展しまする。おいいね。大殿もそれだけ殿を信頼しておられるのでしょう。お羽柴秀吉。いや名前変わりましたね。やっと織田家重臣の柴田とね丹羽さんのね一字術。結構早く来ましたね移転が。さあ
これどうすんの。この城を治める織田信長様、岐阜城におわします。お引き取り願いますか。あ、そっかそっか、今浜か、今浜になったね。はい、あー、ほんとだ、なんかちょっと若干なんかね、攻め寄せてきても何の支えもないの。おお、硬い砂地の上に石垣を築き、周囲に堀を作っているかと。堀を掘って出た土を石垣の上に土台とすれば堅固な城ができましょう。堀を二重三重と作ってしまえばそれだけで十分な防御が可能かと。お、ご使者が面会を、なんだろう。おお、神戸ちゃん。大殿は拙者を羽柴殿、いや殿の配下に加えようとの仰せでございます。あれ、そんな戦いきさつでこいつ仲間になりましたっけ、官兵衛って。さあこれで両兵衛が揃いましたね。期限なし、対象国を攻略する、攻略中残り30、期限なし。あー、大変だこれは。これ多分俺一人でやれってことでしょこれ。あ、お母さん。あ、誰だ。あ、正則、清正。あら、まあ親戚なの。この近辺の町などで探してみたらいかがでしょうか。この近江の地は古くから商いが盛んで、いろいろな技術を持つ者も多いと聞きます。殿のお気に召す者もいるかもしれません。大殿が将軍家に対し降伏を勧告しましたと。ああ、びっくりした。指名を終えられた方が報告にいらしてましたよ。お、修行。おい、みんな失敗してんじゃん。何してん。さあ、どうすっかな。昇進できるやついないんだよ。お、いるね。選択。どうなんのこれ。選択。決定。はい。ない。まずは、色の状況。あれ、こんだけしかいない。あ、正則とか優秀だね、これ。加藤清正もすごいな。官兵衛がやばいね。足軽大将になった。兵糧がないね。人材調査って何これ。あー、訓練、軍事系技能。あー、訓練させるか。はい、今浜城。兵糧購入。あー、購入させるのもったいないね。金はね、あるから、どうしようかな。兵糧か。あれ、兵糧ってこれ、いつ入んだ。まだ入んないのか。9422でしょ。兵士数が全然いないね。ちょっと待って。全然だわ。軍資金調達、訓練させるか、こいつも。で、長安は、売却じゃないね。
購入か。いや購入させるのもあれだよな。内政系ができないんだなこれ。なんでどうしようどうしようねえ。なんか神殿開発とかそういうのがないね。なんだこう、ね、こうね、これ何させればいいんだ。とりあえずちょっと軍馬買ってきて。加藤清正軍馬購入。善通寺さん、身分相応の署名しかできないです。ねえ、ほんとそれが痛いっすよね。軍馬購入。いや、こいつはちょっと人材投資者やらしてみるか。いや、待てよ、軍馬購入にしよう。で、正勝に人材調査させて、軍馬購入、福島正則。いや、ちょっと待って、署名をやる前に、ちょっと一回会うか。先にちょっと会って、なんか、ちょっと待って。ね、先に何かあげよう。あ、不在。正則。ん？統率上がるやつあげるか。の指南。あ、指南できんのこれ。贈り物。統率が上がるやつをあげたい。統率は、統率はあれか、書物か。これ政務か。兵法書だよね、大体統率は。お、手合わせいたしませんか。なんだろう。マジか。これやられんじゃね、これ。正成の方が絶対強いでしょ。ほら、おぉ。おぉ、避けるんかい。あかんよ、これ。負けるわけにいかないよ。あ、負けたな。ひどいね。あれ武力3になってるよ。あれなんで地防が3なの。二の手段は、ああ。これどうしたらいいんだろうね。もうちょっとなんかこう育てたいよね、やつら。天通寺さん、正則、清正はひげとかないと厳しいですね。ああ、本当ですか。あ、加藤清正も意外と。化石デブスとか。あ、そう、清正は茶席嫌いなんだ。そっかそっか。じゃあちょっといいや、これで指名を言い渡して、いや攻略っつったってさ、兵士いねえんだって。しょうがないじゃん。兵糧購入はいいよな。武力が突出、武力が突出。ああ、待って待って、足軽大将にしかできないのは、じゃあ軍資金調達、羽柴秀賀はもう軍資金調達で、訓練は、あ、こいつたちは訓練できねえんだ。善通寺さん、武力が高い武将は茶会嫌い多いです。ああ、そういうことね、茶会嫌いが多いよね。軍馬購入、昭和軍馬購入、こいつも軍馬購入。
神兵衛は、あ、お前も群馬交流で人材調査、正則も、うーん、いや、群馬交流修行させるか、清正も修行させるか。清正は何にしようかな、軍学。正則も軍学。 OK。 さあ、お金がねまたなくなりかけてんだよね。どうしようかな。ご飯は、ご飯は、ダメか。17日か。まあいいや、しょうがない。ん？九郎判官義経、何これ。誰だ、我を眠りから覚ます者は。我こそは前検非違使左衛門少尉源九郎義経なる。何これ。おお、その知恵の光はそなたのものか。誰これ、何これ。聞こう、歴戦の強者よ、より強い軍略を欲するのか。勝利を手にするためぜひ捧げてください。我倉木泉下より軍略を授けに出ていで来たり。雷神、何これ。おお、立花親子、何ですか今のは。全員失敗してないこれ、修行。ちょっと何してんの。そんな失敗するようなこと頼んでないよ本当にさ。もうちょっとさ、頼むから、頼むからさ、治安向上、票の売却、徴兵か。軍学高かったっけなこいつら。ああ、徴兵、はい、兵士が全然おらんやん。徴兵、はい、で足軽で訓練。金はちょっと回すから、ね、これどうしよう。兵糧が全然ないな。狩猟は失敗する場合があるので、組頭の時は何かの売買の方が良いです。ああ、売買ね。ああ、そういうことか。ちょっと待って、3000僕ばっこれ、ちょっと待って。うん、じゃあもう群馬購入か。梶尾さん、じゃあ兵糧売却。3000石全然ないよ、全然ないよ。群馬購入、こんなもんかな。じゃあ善通寺さん、まず軍資金調達できる武将でお金貯めましょう。あ、そう、わかりました。足軽大将以上か。待って、戻る。そういうことね。軍資金調達、軍資金調達、軍資金調達、兵糧売却、兵糧売却。善通寺さん、お金貯まるまでは組頭は狩猟、資金貯まったら売買などで軍功稼ぐと良いです。ああ、なるほどね、組頭は修行ね。じゃあ開墾。カジオさんも修行だけどさ、善通寺さん、狩猟も武将に合った技能を選んであげると成功率高いですよ。あったってさ、これ誰が、何が合ってるか分かんないんだよね。こいつ上がってるのが合ってるのかね例えばこれ、ほら
あったやつか。頭いいんでしょこれ。佐竹さん開墾建築上がってるやつじゃないのかね。善通寺さん武力高ければ足軽とか。ああ、そういうことか。こいつ平均的すぎんだよね。まあいいや、建築明かしさせよう。善通寺さん内政高ければ開墾とかですね。なるほどね。武力高いから弓術 OK。 ほい OK。 さあ、じゃあちょっと俺は町に出て、あー、じゃあちょっと徴兵したいね。俺も武勇を誇るってなんだろうねこれね。ああ、そう、あれ、まあ1対4ですか。そう来る、そう来る。ゴリッ、そんな簡単に負けへんでって。おお、 OK。これ全員倒したらいいんでしょ。要は余裕じゃない、これは余裕じゃない。ちょっとさすがに、おー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 、いいとこ来んね。さすがにこれはね負けないですよ。おお、ちょっと待って、オッケー、ムキス。ああ、これ施しってなんだろうね。善通寺さん、増築は過労しかできないので秀吉で内政する場合は増築が良いですよ。ああ、なるほどね、内政ね。内政できないんですよね。内政が、ほら、これ、あ、これか。あ、俺がやるのか。そういうことね。善通寺さんできますよ。善通寺さん、右下に内政ってあるでしょ。やりました。今やってます。こっからが問題なんですよね。多分これかな。ちょっと待って、こうか、はい、あ、行ったね。 OK、 上出来、昇降人脈が失敗しました。なんかいろいろ、あ、俺がやるのか。はいはいはい、もう一回じゃあ内政庁増築。あれか、だけど定期的にあれも見に行かないとダメですもんね。やつらがどんだけ活躍したかっていうの。標定か、こうして、はい、ここか、こういって、これがどこかだよな。ここだな。こうでしょ。で、多分こう。こうか。あれ？合ってるこれ。ああ、オッケーオッケーオッケー。完璧じゃないですか。オッケー。で、これで一回城戻って。回収が終わりました。長浜、大宮人の往来が多い。この城下と街を見れば訪れる人も増えるはずだ。善通寺さん、築城レベルいくつですか。はいはい、
築城レベルですか。今2ですね。もう今もう落ちちゃってるか。自宅は？あ、いいのか。お、みんな失敗やん。なんか失敗よ、失敗ばかしいんじゃないかよ、これは。先評定させるか。指名伝達。あ、軍資金すごいね。ご形さん、そういえば安土城って大海に建てたんでしたね。思い出しました。さようでございますよ。破壊、効果、有限、徴兵、治安を上げたいよね。あと徴兵させるか。兵士が少なすぎるな。徴兵、あなたも徴兵、私も徴兵。善通寺さん、もう自分で交易は不要です。わらね、不要、マジで不要。足軽大将に訓練させて、こいつには軍資金調達、ハムだけでいいね。軍事で足軽組頭は修行、内政、政務か。政務だとこっちだろうな。算術、算術、加藤清正修行。これ長期の方がいいのかな。騎馬、それか自由にした方がいいのかね。開墾、いや開墾じゃないな。こいつ軍学マックスか、すごいね。こいつすごいな。開墾でいいや。義弘、義久か。志望が高いんだよな。頭がいい、ね、伝説にしとくか。善通寺さん、長期は今回から追加になったのかな。成功率は通常よりは高いのかな。あー、どうなんすかね、ちょっとわかんないです、そこは。福島正則、軍学、軍学は地防だよね、地略系だもんね。じゃあ鉄砲にするか。カジオさん一番微妙だな。はい、イメージ術、 OK。 はい、さあちょっと妻と話してまたご飯。ご飯、ご飯ください。あ、来た来た。でこれで今日体力回復だ。これさ、あんまりなんか内政に力入れすぎても良くないよね。お金いっぱいあるんだから薬飲んでください。わら、あー、そっか、薬ね、はいはい。ちょっとさ、人材探し行った方がいいよねこれね、多分ね。ただ兵士が少ないんだよね。ねえねえ、待つ。ああ、足利義氏。浪人、浪人系でね。こいつどうなんだろうな、家臣孤児。ここに出てくる人ってこれ会ったことある人ですかね。これ会ったことある人だけだよね、これ多分。これ見る限り、これも年いってるな。
善通寺さん、どこかの国が滅亡したら滅亡した城のそばの町で東洋チャンスですよ。ね、なかなかないんですよね。若いやつがいいな、できれば。大宮とか直江港って、これ結構遠くだよね。鹿島、足利、大内、あー大内佐達な、どこにいんだこれ。会津か、遠いね。じゃあまさきさんはもう結構いい年ってんだよな。水谷種子、それか名前のある武将の城を降伏させれば、その城の武将全員配下になります。ああ、なるほどね。ただ兵士がいないんですよ、全然まだ。諸岡一派、後藤総員、誰だこれ。こいつすごいね。長崎の貿易商。後藤総員ってどこにいるのこれ。平戸ってどこ。善通寺さん、島津あたりそろそろ滅亡してません。え、マジっすか。どうやって見るんすかそれ。どこだろう。善通寺さん、九州は大体大友一色になるはずなんですが。善通寺さん、地図、これ勢力図、あ、これか。あ、島津いますね、まだ。え、島津結構強いですよ。ほら、有馬家がそろそろやばい。どこが潰れてるのかがさえわからない。あ、本当だ。うん、龍造寺滅亡してる。九州行ってみますか。じゃあ九州、じゃあ九州行きますか。あ、なんかやってるね。いや、馬が欲しいね、早く。馬が欲しいよ、馬が。いや、ちょっと町という町を寄ってってみようか。誰これ。海北優秀って誰これ。はい。あ、誰かいる。あ、石田三成だ。あ、来たよ。来たよ、三成来たよ、これ。善通寺さん、それか信長の城行ってより気追加でもらいましょう。熱いがうまい。さすが三成。三成も組頭からなのでご注意。わら。了解です。ああ、来たよ。三成来たよ。三成来たよ。さあ、三成が仲間になったから、これで一回ちょっと。ただね、今ね、信長さんね、これ戦闘しに行ってんすよ。三成は修行なんですよ。かな、うわ、すげえ、こいつ政務すごいね。弁説かな。
さあちょっと人増やそう。人増やさないとね、なかなか簡単に京都行ってみましょう。試しに、京都行って民家。浪人いるけどさ、薬井前奏さん、前奏行ってみようか。おお、悪名が上昇した。さあ茶席はどうだ。ちょっと待って、あ、親密度高いからいけそうだね。勧誘、いやー武士にならないんだこいつ。なんかいない、ならないやつもいるっつってましたもんね。なんか微妙だな、微妙なやつにねお金を払いたくない。どうしようかな。じゃあ、あれこれさ、今潰れたじゃん。出てくんじゃないのこれ。あ、武将か、肌の毛か、めぼしい人はいない。二条城だと京の町か。あーけどあれだよね、どうせ信長が、やっぱそうだよね、信長があれだよね。え、寄り切ってもらえるんすか、会いに行って直接。ね、善通寺さん何人かもらえますよ。誰が欲しい。ああ来ましたね。ああやっぱいるね、いろいろいるね。ああ村井さんかな、やっぱ。あ、誰がいいだろう。山中俊介好きよ。浅野長いそんなにね能力高くなかったんだよな。内政系欲しいね。あ、これだけ。和田これまさか、あんまりないね。村井さんかな。じゃあやっぱ善通寺さん内政なら村井、細川あたりですね。いや細川がいないんですよ。あ、いた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 、細川いるじゃん。細川さん、え、まだくれんの。善通寺さんいますよ。わら、まだくれるって、まだくれるって。じゃあ村井さん、まだくれんの、まだくれるんですか。いいんですか、そんなに、そんなに優秀な人もらっちゃっていいんですか。善通寺さん全部もらわない方がいいです。全部もらわない方がいい。じゃあこれにしとくか、この二人にしとくか。親密とはいいね、もう別に。はい、指名変更願い。これやんない方がいいんすかね。まだね全然なんか進めれそうにないんすよね。善通寺さん上限あるので優秀な武将入荷したらもらいに来ましょう。なるほど、じゃあこれで一回、長浜城戻って、みんな失敗してんじゃん。ああ、名伝達。村井さん治安向上か。治安も確かに必要だよね。善通寺さん城主以降は自由度かなり上がるのでいろいろ大変です。ね、大変っすよね。徴兵どうしようかな。兵士欲しいな。いやけど軍事系機能だよね。軍学か。軍学。軍学高いやつにはせんとダメだね。軍学。ああ、沼田さんか細川か。
図書館に作るか。じゃあ訓練か。軍事系技能、軍事系技能にあんのかな。まあいいや。文学、文学ないよな。武芸か。軍資金か。じゃあ軍資金、侍大将でしょ。破壊流言放火、徴兵、文学か。治安向上、治安ってどこだ。住民安定度かな。佐竹さん、なかなか上達しませんね、この人は。さあこれで OK として、ちょっとじゃあ九州行ってみるか。姫路の町、おお、別所じゃん。いいんか。あ、いないね。ここはいないね、誰も。長船の町ない。倉敷ない。ここもいない。あんまいないね。尾道、あ、いた。 あれ、足利義昭がいるよ。これどうなん、義昭。これどうなんの、これ会いに行ったら。おーおーおお、そういうこと。じゃあ、待って。川野さんでしょ。で、これ長宗我部でしょ。なんかなくなってるっぽいね、四国も。今治行ってみるか。こっちから四国、四国。ない。裏戸。あんま街ないね、ここね。あ、ここもいないんだ。さあ、じゃあ府内の街行ってみますか。もういない。もうだ、やっぱいないのかね、あんまり。もう時間経っちゃってると。柳川、一番誰さんだ。あ、ここもいない。あれ、なかなかいませんね。あ、平戸、平戸ここか。そうね、こいつはならないでしょ、多分。商人系じゃない、これ。あ、無理だ。あ、これ1じゃ無理だな、まだ。勧誘、二の指示、無理だよな、ほら。
あやっぱほら武士になる必要がない、武士になるつもりがないって言ってるやつはダメなんですよね確か。柳川もなかったな。あ、角熊石像ってこれはあれじゃない？あ、これ違うか、大友家じゃないか、大友家か。いないね、いませんね、なかなか。小倉、めぼしい人いない。ん、誰だこれ。あーやっぱね、もうやあればっかだね。美しま行くか。これなんか交易品持ってなきゃ襲われないんですよね。ここが有名な宮島、評判通り眺めていただこうか。おお、あ、名所。あ、こんなんもあるんですね、名所が。名所札？誰これ。あ、雨ぼっけ潰れてんのこれ。上行ってみますか。これちょっと放置しすぎか。寝ぼしい人はいません。なかなかいないね。あ、出雲の奥に雨子勝久。あ、青だけあっとくか。いないんだ。これさ、だけどこうやってめぼしいさ人をさ、こう配下にするためにさ結構時間使いますねこれね。ここもいない。鳥取、森下どうよって名前なんですかこれ、どうよって。あー、ここもいない。いやちょっと厳しいか、もういないのかね。おお、鳥取砂丘、なんか諸国漫遊の旅に来てるよ。ここもいない。亀山か。荒木宇治津、ここもいないですね、なかなかいないね。あ、稲留さんじゃん。あ、一色家か。いや、一色家か。あ、いないね、商人とかばっかだな。早く攻めないとだな、そういえば。いない。さあ、じゃあちょっと指名を言い渡しに行きますか。パープル石田さん、もともとその町に住んでる武将以外は基本滅亡勢力が同じ国にないと浪人はいないものと見た方がいいですせ。ああ、なるほどね。あ、結構習得してるね。パープルさんありがとうございます、こんばんは。なるほどね、440。さあ、ちょっと一回茶会開くか。さあ、評定です。指名命じられてる。いや、それは分かってるんですよ、兵士が足りないんですよ。あれ、兵糧、兵糧ってこれいつ増えるんだ。武芸、治安向上しておきたいね。
治安工場とかは俺がやった方がいいのかな。訓練は足軽大将以上、訓練は足軽大将以上だからこの3人か。訓練、軍事系技能、軍資金調達。数正どうすっかな。数正はまた徴兵さすか。で、足軽大将、軍資金調達、三成、また修行か、これ。現実かな、現実反術。清正は文学。いやこれは算術かな。算術じゃない方がいいな。霊法、茶道、医術。難しいね、この忍術がね。どの部類に入るかね。八須賀さんは忍術、正則、正則はどうしようかな。鉄砲、あ、こいつ弓術覚えてきたんだ。えらいね。じゃあ足軽、あ、じゃあちょっとあれだな、町回りとかを自分で開発するか。内政するか。じゃあ神殿開発。はい、 OK。 これはもうね、結構やってるからね。難しいな。どうしようどうしよう。うわうわ、どうしよう。悩ましいね。だいぶなんかしくってる気がするんだこれ。ここが来ないね、一向に。どうしよう。横か。あ、来た来た来た。
大丈夫かこれ。うわーどうすかね、いっかこれで。全部つなげなくてもいいんだよね、確か。うわこうか、どうだ。おお、これで上敵なんだ。これ国高上がってるとかってどこで見るんだろうね。これ拠点長浜城、あーこれか。あ、住民安定ちょっと上がったね。もうちょっと国高上げたいね。あ、早いね。住民安定度7上昇。連日を習得した。あ、早っ。失敗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 。6716か。いいね。大殿が金ヶ崎城に攻め入っております。援軍を出すなら今かと。これ出した方がいいのかな。さあ、あんまりこういけそうなやつがいないんだよね。8000しかいないんだね、兵士が。細川さんってどうだっけ。まあだけど攻めるなら今だよね、確かにね。金ヶ崎戦闘中、行くか。まあ、しょうがないよね、行くしかないよね。沼田さんか。ちょっと待って、沼田さんはやだな。パープル石田さん、行かない方が。え、行かない方がいいんですか。行った方がいいんじゃないですか。だって攻略せよって言われてるのに何もしないとやばくないですか。そういう問題じゃない。行かない方がいい。行かない方がいい。わかりました。じゃあ、あ、そもそも兵士がね。そもそも兵士がやっぱそうですよね。徴兵、藤川さんにはまた訓練してもらって。そう、兵士少ないんですよね。村井さんには軍資金調達、三成は修行、さらに修行、霊峰、義久は霊峰、義久も霊峰。沼田さんどうすっかな。沼田さん、沼田さん、沼田さん、算術？忍術、忍術学んできて。鉄砲。カジオさんがなかなか覚えてこないね、これね。建築。確かにこれ軍資金がっつり稼がした方がいいね。自分の金使ってんねこれね。軍資金いくらあんの今。1万6000か。お前別になんか
お金使うのがないんだよね。貯金からちょっと1万出すか。じゃあえー、内政をやりましょうか。治安向上、城補修、城増築。増築の方が先なのかな、これね。か、自分で兵士と雇うか。徴兵。武勇を誇る。こっちの方が得意だよ。じゃあ、まず非合力。発光撃破だね。OK。おお、マジか。一撃で倒せなかった。避けるし。よっしゃ。完璧だね。OK。 もう一回、あ、やめとこう。で、これで一回。起きた。みんな失敗してんね。修行系やっぱ。あ、治安向上、住民安定度7上昇。訓練度13。あ、いいね。稼いできてるね。兵士が、あ、兵糧入ったね。2万6000か。もうちょっと上げたいね、やっぱね。治安向上。数正は、徴兵。安兵衛は訓練。秀長は軍資金調達。和田さんも、和田さんどうすか。和田さんも軍資金調達でいいか。早くね、ここら辺上げたいから、修行じゃなくて、どんな購入でいいか。足軽組頭。兵糧売却？兵糧売却しちゃって大丈夫かな？軍馬購入。いや、兵糧売却だな。で、沼田さんは修行。真壁さんも修行。足軽。あ、まだ無理か。ご飯、ご飯ください。ご飯、ご飯は食べた。ご飯食んねえな。じゃあ薬飲むか。オッケー。善通寺さん、薬飲みましょうよ。わら。いや、ただでさ、回復するならただで回復した方がいいじゃないですか。ね。そうそう。兵士は、いや、内政かな。やっぱ内政だな。どうしよう。城増築の方がいいのは神殿開発かな、やっぱ。内政は大事ですからね。すごいな、これ。
すげえ、なんだこれ。どこにしよう、ここでいいか。はい、あああ、間違えた。まあいいか。よいしょ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 の。これ下向きの方がいいんだよな。横か。横がなかなか伸ばすとこがないね。さあどうすよ。あー迷うね。ちょっと待てよ。いやこれでダメだな。こうか。横がちょいちょい来るな。どうしようどうしよう。ここつなげないとダメだから。出るからこれでもいいか。横向きか。ここか。ここかな。いやー迷うね迷うね迷うね。どうしようどうしようどうしよう。あーええお大丈夫かこれ。こうか。やばいねこれ。つなげてまあそっか。こうでしょ。あこれ。あ。あ一箇所つなげないかこれ。あー無理か。あーここがダメだったね。ここが。あーまあしょうがないなこれ。お開口が4になったね。おう、こういうのでもう上がるんだ。さあこれでちょっと待ってどうなった78。とりあえず100まで上げたいな。か城の規模を上げた方がいいのかな。結構人はいるんだよね、人口はね。で次城増築やろうか。よいしょ。これは得意だよ。
しいね。あ、これ合ってるか、これ。はいはい、こうだ。OK、完璧。いいね、いいね。だいぶ上がってきたね。12、あれ、人口減ってる？これ減ってないか。やっぱ修行は失敗が多いね。兵糧馬給623か。全然稼いでないね。172と準備安定度が17上昇。さあ標定、まだ攻めてんだ。そう言われましてもね、なかなか。カズマサは徴兵、カズマサ徴兵、サダカツは どうすかな。軍資金調達かな。やっぱこいつはハンベ、ハンベ組んで。藤高は調達、和田さんも調達、三成は軍箱、昭和も軍箱に、山さんはどうしようかな。ちょっと早く軍学覚えてほしいね。ヨロバ行ってやるか。開墾。地防か。地防系だと何なんだろうね。政務がね、多分こっち系なんでしょうね。伝説かな。マジオさんがなかなかだな。多分ね、長期の方があれなんじゃないですかね。上がる確率が高いんじゃないですかね。成功率が上がるんですかね、多分。あ、来た来た、ご飯。さあ、これで100になったから、出金、軍資金から。あ、あんまないね。結構使っちゃってんだな。マジか。で、貯金から。ちょっとなんかさっきから貯金ばっか切り崩してるんですけど。神殿開発。最初にこれ来られても困るな。どうしよう、どうしよう。いやー、どこだ。曲がりばっかだな、さっきから。ここか。
ーブばっかだな。きついな、カーブばっか来るな。やっと来た。いやー、ま、あーマジか。これ絶対上つなげないとダメだよね、これ。あ、大丈夫かこれ。ここ無理だな、ここだな。こうして、こうして、うわー縦ばっかだな。わあ、あ、積んだか。ここ繋がりないもんね。ここでこう入れて、あ、ダメだ。下が通ってないわ。いや、難しいねこれ。お、22上がった。これで多分マックスになってるんじゃない？ああ、なったね。そしたらもうあとは、規模か。規模上げるしかないのか、もう。果たしてこれで合ってるのかな、これ違うな。いや、あれどこ行った、あれ、これここか。ちょっと待って、なんだこれ、ないよね。うわー、また難しいぞこれ。これがここでしょ。あれれ、違うね。やばい、時間がない、時間がない、やばい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 。こうか。全然ちげえ。あ、やばい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 や
難しい。はあ、ゼツイさん、これ修行が全然成功しないですね、ほんとね。訓練度10、訓練度10上がってくれてもね、あれなんだよね、士気が上がってくんないんだよな。ずっと攻めてるね、金ヶ崎。さあ、よしげさん、善通寺さん、式は施しか。ああ、式は施しか。訓練度はめっちゃ上がってる。お、徴兵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 、訓練。善通寺さん、合戦中の激励とかで上がりますよ。ああ、あれはね、式はね。足場秀長は軍資金調達、細川さんも軍資金調達、三成どうすっかな、売却するか。いや、あんまね、売却してもね、売れないんだよね。軍馬、軍馬、軍馬。あ、やばい、お金なくなってきちゃった。軍馬、もう軍馬ばっか。軍資金調達が2人、なんで訓練。徴兵徴兵訓練。修行、まさかさ、ちょっと忍術学んできて。おう、ご飯をください。あ、来た来た、 OK。 これ来ればね、薬飲まなくて済みますから。うん、さてと、そろそろもう内政系も一通り落ち着いてきたから、住民安定度か。鉱山、防御、あ、防御とか全然低いね。これお城の規模を上げるの方がいいのか、補修した方がいいのかな、どっちだろう。いやー、ちょっと待って、どんどん難しくなってくるよこれ。完璧にこれだろうっていうところ、これも入れちゃおう。こっちか。なんか違うね、やっぱね、これ。ほら、こうでしょ。あ、あったあった。お、完璧。お、明細書来ましたよ。内政系称号、聖天子からの唐の大宗の政治知識を語る聖官聖天官西洋を読み前世を行う者に当たらない称号。あー、これさ、なんかありましたよね。これを取ると仲間になるやつがいるっつって。仲間じゃないか、何でしたっけ、ほら、
あの札がもらえるようになるっていう。軍資金調達、軍資金調達、軍馬購入。善通寺さん、庭の札ですね。そうそうそう、庭長秀ね、はいはいはい。庭さんじゃちょっと後で会いに行くか。結構いるね、配下が。もう、あ、実行には3000、あ、ちょっと待って、また貯金崩すの。軍資金いくらあんの。全然ないじゃん、ほら。なんでたまんないのこれ。あ、ちょっと待って、ね、拠点一覧。あー、国高上がったね。これどうしようかな。国高上げて本望がいいよね。収入兵量やっぱ多い方がいいし。王さんって何これ。金銭収入かね。金銭収入か、やっぱり。でそこを上げないとね。いや、どうしようどうしようどうしよう、またこれが。はい、ここら辺やっとくか。なんか悩ましいのばっかくんな、これ。気がしてきたぞこれ。大丈夫かこれ。難しいなぁ、ちょっと待って。オッケー、これで全部つながってるはず。
おお、来た、完璧。あ、27も上がるんだ。いやちょっと待って、これ上手になったらなったら大変だ。もう一回でもうマックスになるんだね。失敗ばっかしてますね君たち。施しはできないんだよね俺じゃないと。あ、まだ攻めてんの、大変だね。さあ兵士もっとガン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 兵士を。ちょっと待って、お金か、9500貫しかないのか。分資金調達、分資金調達、分資金調達、分資金調達。修行、ちょっと長期修行やってみるか一回。こいつ何がいいんだ、軍学かな。いや内政系させたいね。全通じさん、式は50以下とかでなければそこまで気にしなくてもいいと思います。あ、本当ですか。長期、長期、福島さんも長期。長期ってどんぐらいなんだろうね。ところで梶尾さんも長期、ちょっとみんな長期行ってきて。あー、しがる、オッケー。長期ってどれぐらいだ。さあご飯ちょうだい。あれ、これなんか新年の挨拶とか言った方がいいのかね、信長のとこに。あ、来た来た、ご飯来た、ご飯来たよ。このやり取りしててもね、日にちは進まないんでね、何でも節約ですよ。はい、スター、ちょっと待って、拠点が国高マックスにする前にちょっとあれか、規模を上げるか。じゃあまた増築、どこまで増築すればいいんだろうな、これ。これはまずはそうだね、これすぐ埋めるところを埋めて、分かるところを埋めちゃって、先にこうでしょ。簡単ですね。OK。さあ、これでどうなった？まだ上がらないか。大。特大まで、巨大があるんですよね。ほら、24までいくと巨大になる。だから多分これがマックスなのかな。石山本願寺の巨大。それ以上上なさそうだよね。あ、25がある。30とかぐらいなのかな、マックスって。ほい、25、24、長浜城がだいぶ上に来ちゃってるね。もう信長のここも21や。結構軍馬買ってきてるね。お金が兵糧売却か。すごい、ずっと攻めてるよ金ヶ崎。大丈夫信長さん。軍資金調達、軍資金調達。これなんだ、こいつ誰だ、三成か。兵糧売却、兵糧売却、軍馬購入、
いつも長期修行生かせるか、ちょっと。あ、覚えてきたな、なんか。開墾、開墾覚えてきて。じゃあ先ちょっと規模上げちゃうか、増築して、そっから開墾かな。難しいね、ちょい、これこうかな。違うぞこれ。やばいぞやばい、時間がない。ちょっと待って、これも違う。あー、やばいやばい、今回やばい、これ。ちょっと待って待って待って、やばい、全然あれ全然わかんなくなっちゃった。ああ、やばいやばいやばい。やばい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 。ああ、まあそれでも1上がるんだ。あ、ベンザ、あ、来たね。あ、来たね。あ、成功率高いですね。やっぱ長期の方が。2ヶ月ぐらいいないのかな、1ヶ月間ぐらいなのかな、長期だと。また攻めてる。あ、攻めさしとこう。ちょっともうちょっとお金稼いでいきたな。あれ、これ先にさ、もしかしてそろそろ昇進できんじゃない。おー、いた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 、カズマさん。これでカズマサが多分何になった、武将だね。オッケー、武将でできるのは、お、神殿開発、神殿開発とかさ、俺がやった方が絶対いいんだよね。ほら、能力あんまないもんこいつ。あ、保守、あ、外交同盟破棄とかいろいろあるな。僕、朝廷。保守、保守か。あれないのかね、あの、施しは。施しはできないんだ。あれ、訓練できないの。鉱山開発、鉱山も俺がやった方がいいよな絶対。補修かな、補修させやらせるか。いや多分だけど、補修も建築技能ないときついでしょ。2しかないもんね。やっぱ軍資金調達か、いや徴兵か、徴兵でいいか。村井さんが軍資金調達、細川さんも軍資金調達、沼田さんはどうしようかな。じゃあちょっと算術上げさせるか。長期修行弓、オッケー。ご飯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 、
ご飯が来ない。くそ。あれ。あ、なんかくれた。あ、来た来た来た。オッケー。これ、前さんあれっすね。本当あの上司になると一気にやること増えますね。これね。雇われの身と違って。長浜城。あ、士気上がってるね。指数15,000。じゃあまた規模上げるか。あ、ちょっと待って。どっか潰れたとことかあんのかな。全通寺さん、かなり自由度上がりますからね。ね、だいぶ、いやだね、やることが一気に増えすぎて大変。北条やばいね、これ。てか、武田家がだいぶやばいよ、なんか。こんな血少なかった。誰？あ、三国、三、信玄三カ国しかないじゃん。てか、上杉も全然ない、もう国が。あ、そうでもないか。これ伊達でしょ？伊達晴宗。これが、葛西か。大崎。ここら辺もなんかそろそろ潰れそうだよね。伊達に、ほら、ほとんど伊達じゃん。南部。これ誰だ、これ。安藤。安藤家。これは違うか。あ、ここまでか。どっかなんかこれ潰れてるか、これ。全通寺さん、買い、北条領になってますね。え？ね、そう、土がさ、土、ね、北条領になってる。ちょっとそろそろなんか信玄潰れそうな感じしますけどね。大丈夫かね、これ。だってもう信玄潰れちゃったらあれでしょ？あれが起きないですもんね。あれ。ね。どっかなんか潰れてそうなとこはないね。うん。っていうか、ミネラのまま。山名家。山名家が二カ国？赤松。長宗我部もなんか危ないね。あと二カ国しかない。あ、三条しかない。全通寺さん、日輪で本能寺起こすのほぼ無理です。ね、言ってましたもんね。相良が30。阿蘇家がまだなギリ生きてる。有馬家。大友家。ああ、ほんとだね。龍造寺のやつらはどこ行っちゃったんだろうね。まあ、多分吸収されたんだろうね、大友に。大友そんな強いんだ。全通寺さん、武田家滅亡したら有能武将登用チャンスですよ。ね、ここら辺ちょっとぐるぐる回らないとね。けどあれですよね、だって武田家滅亡しちゃったら北条に取り込まれる可能性もあるってことだね。全通寺さん、北九州の町のどこかにいると思いますよ。あ、そう、北九州？北九州？ちょっと待って、じゃあ行ってみる。北九州のどこかの町？ちょっとさっき行ったら誰もいなかったっすよ。だってさっき行ったらね、目星人いないって誰も言ってましたよ。だって全通寺さん、クプの場合はほぼ丸々最後の城の町のそばにいると思います。うん、最後の城のそば、最後の城のそばか。ちょっと行きます。平戸行きました。平戸行きました。めぼしい人はいないって言われました。行くじゃん。行ってみる？ストップ。降りた装備はいらない。ちょっとね、早く馬が欲しい。全通寺さん、柳川も？行きましたよ。花森長しかって誰これ。
まだやってるね。あ、広瀬さんこんばんは。いや、だいぶ自由になってきてね、面白いんですけど、やれることが多すぎて。とりあえずじゃあ小倉行ってみますよ。じゃあえー、金ヶ崎城の攻略に失敗した。滅亡したのならどこかに取り込まれてる可能性はあります。だよね、ほら特に目ぼしい人はいないようだ。やべ、俺が援軍出さなかったからか。神谷颯太番頭か。ほら、これしかいないんですよ。ほら、番頭系しか。なので滅亡報告があったらすぐ向かった方がいいですよ。なるほどね、滅亡報告があったらすぐに行けと。ヘイズオ、うん、この人さっき断られたからね、後藤総理。さあ、ほらいない、特に目星人いないって。あ、そっけ、なんかやってるね。島津家と大友家が戦ってて、ああ南九州も行ってみるか。ない、さすがに下はいないよな、鹿児島とか。川上さんね、いない、ここもやっぱいないわ。なんだこれ、茅の町。あ、ここもいない。広瀬金山さん、おお、鹿児島。善通寺さん、私の場合は島津滅亡したので義久とか有能な武将早々に登用できました。いやー、羨ましいっすよそれは。なぜっけ、宝家とか生きてんだよね。ないね、いないね、帰るか。この辺なかなかなんかね、戦争してる感じしないんだよね。うん、あ、ドンパチやってる、ドンパチやってる。ああ、徳川家、今川家。ああ、すごいね、いろいろやってるね。あ、あら、あらあらら、これあれじゃない？てか北条家やばいねこれ。ちょっと戻ろう戻ろう、ちょっとあれや、東が大変なことになってる。東が戻ろう戻ろう、いつでもね、滅亡した時にパクリに行けるように。これさ、こんな悠長にやってていいのかな、朝倉家潰せって言われてるのに。いいもんなんすか。お、お聞きにお呼びになりましたか。徳川家康のが本拠をどっかに変えられたとか、なんで、あ、そういうことか。さあ、締め。あー、佐竹さん、おー、いいね、やっぱね、長期の方がいいですね。軍学建築は足柄を習得したって、ほら。さあ、評定、越前攻略知れたことかってね。
とりあえずお金を貯めないと。善通寺さん、この先のイベント起こすのほぼ厳しいので良いかと。あ、本当？ならもう好きなように。長期、長期霊法、三成霊法、長期終了、算術、大久保長安は算術。善通寺さん、姫路城主まで離れると思いますが。あ、姫路城主まではなれると。あー、そっか。じゃあそこら辺も早くやらないとダメになっちゃうんだ、すべてが。お嬢さんいいね、覚えてきたね。真壁さんも足柄覚えてきたね。ああ、どうしようかな。こういう時ってさ、内政とかしてると勝手に潰れちゃうんじゃないの、あれ。そんなことないかな。どうしようかな。規模上げたいな。あ、間違えた。内政、まあでもそんなすぐには潰れないでしょ。神殿開発しとくか。じゃあこれが大変なんだよな。善通寺さん、そこそこのところで承認プレイに切り替えても良いかと。なんでそんなに俺に承認を押すんですか。いや、意外と楽しんでますよ、武士プレイ。武士プレイ。善通寺さん、領地隊長攻撃大好きですし、笑。あ、確かにね、確かにそうですよ。いやー、どうすっかな、これ。ここが迷いどこだな。上か。どうしたもんかね、これ。これでいいか。あれれ？大丈夫かな、これ。ここはつなげないとダメだもんね、絶対。いやー、難しいな。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これどこにしよう。つなげれる保証がないもんね。やっちまったね、これ。ここもうアウトだもんね。
あいやこれだいぶ積んでないもん。あ、俺何やってんのこれ。あー、ここ繋がんないな、もう無理だな。だったらしょうがないなこれ。少しでも繋げれるのを増やしてこう、こうしかないな。うわー、結構しくったね今回。いやー、本当だったら今1回でいけたねマックス。46、ほら。いや、もったいないことしたな。何にさせようかな。傭兵。足軽で軍資金調達でしょ。軍馬購入。アンベどうしようかな。アンベすごいな。頭いいね。じゃあ三術。いや待って。いや、犬にしよう。ご飯ください。ねねさん、ご飯。あ、来た来た来た、ご飯来た。これ常駐になってから一気に時間進むのがめっちゃ早くなりますねこれね。さあ、お金、出金、軍資金から。あ、結構溜まってきたね。さあ、もうちょっと余裕が出てきたら。どうすっかな。規模上げるかな。あ、間違えた。まだあれかね、あそこは潰れないのかね。あー、やばいじゃん。信玄もう飯田城しかない。マジで。今川もあと2畳だけ。あら、そう、上杉もだいぶきついよね。伊達もなんか、伊達はまだ大丈夫か。北条がやばいね。ちょっと待って。どこだ。これか。攻めてる。攻めてそうな気配もある。主の地ではないので落としても秀吉直轄になりませんか。うん、あー、いやいや、僕は攻めないですよ。さん、攻め込んで降伏させるのもありですよ。あり？どんぐらい、だってどんぐらいいんのここ。あ、で、与力で有能な武将もらうとか、そんな感じ。いや、どうだろうね。なんか大体の武将なんか下っちゃいそうな感じしますよ。善通寺さん、降伏させると信玄以下すべての武将が配下になります。あ、そう。え、やってみます。じゃあ試しに。っていうか、だって今みんなどっか行っちゃってるからさ、そんな簡単に攻めれないんだけどさ。
てかさ、兵糧もないぜ、多分そんなに。ほら、1万8000しかない。善通寺さん、落城させたらダメですのでご注意。落城、ああ、落城させるとダメなんだ。そっかそっか。善通寺さん、それか滅亡してから。善通寺さん、近くの町で投用しても。ああ、まあそうですよね。それが本当はいいんですけどね。どうしようかな。どっちくすっか。いや、できることならね、全部を。これはどうなってんだ、これ。いや、また難しいよ、これ。合ってるか、これは。多分、これはここなんだよね。で、こうでしょ。いや、なんか、だって、こんな形ねえぜ。違うな、これ。時間がこうでこうでこうの、はい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 、あーできてきた。あれあれあれ違うね。あーくそ、すごい、長浜城がもうちょっとで巨大になりますよ、これ。まだ信玄は大丈夫、生きてる。ちょっと待って、もう一回見てみよう、地図。あ、また行ってるね、金ヶ崎。攻め込もうとしてる気配はないか、まだ。ん、なんか焦げ臭いけど大丈夫。あ、神保か。あれ、これ神保潰れんじゃない、これ神保これしかないよね、多分富山城。金か、あーそうだよね、金工事だもんね。あれ、まだここにもあったよ、武田。飯山城と飯田城だけか、多分っぽいね。他全部落ちちゃってるもんね、ほら。まだ時間かかるな、じゃあ。善通寺さん、二つあるのなら降伏させれないですね。ね、そうそうそう。だからもうちょいだね。サッカー内戦しかしてないな。あれれ、
あ、こうか。オッケー、終わった。早く、今回は早く。うわ、来ました。巨大になりましたよ、ほら。見てください、これ。善通寺さん、あと5つになっても城までの道がつながってなければ攻め込めねえのでご注意。あー、なるほどね。これもうこれ以上ないんですかね、巨大。これすごいぜ、これ。まだできんの、増築。え、まだ増築できんの、これ。やっぱ長期の方がいいね。善通寺さん、規模は巨大が一番上です。あ、本当に？じゃあいいかも。善通寺さん、数字はまだ上がります。数字はまだ上がる。まあいいか、一回ここで止めといて、ね、徴兵はね、誰にしよう。吉重の方がいいな、徴兵。軍学低いんだよ。そっか、2人に徴兵させるか。善通寺さん、防御度の最大が上がるぐらいなので巨大になれば止めといても。善通寺さん、攻め込まれることはほぼないので。あ、そうなんですね。訓練、軍資金調達、軍資金調達。あ、待った待った。ちょっと待って。先に人事。あ、昇進。あ、昇進できる。来たね、半兵衛。いいね、いいね。出ながら。OK。さあ、これからだね。これで、まあ、和正は。待って待って。半兵衛も侍大将だから、徴兵は半兵衛と吉重でやらせて、で、和正は訓練。あれ？訓練で、秀長は軍資金調達、資金調達。藤川さんに訓練させるか。三成は長期修行。すげえ、ガンガン覚えてくんね、いろんなの。あと善通寺さん、失礼、自分の直轄にできるのは国主からでした。あ、国主からね、はいはいはい。大久保さんは開墾。吉久どうしようかな。霊峰かな。みんな覚えてくんね、いろいろと。三術。早く正勝をね、あげたいね。あ、文学上がったね、休日。梶尾さんはどうしようかな。開墾。真壁さんも足軽と。これで OK かな。よし。さあ、ご飯ください。さっきからなんかこれの繰り返しばっかやってんの。あ、来た来た。さあ、これで石高上げてある程度落ち着いたら、ちょっと金ヶ崎攻略いきますか。内政、神殿開発、まあ、補修はいいか、まだ。最初からいいとこつながってるね。
いや、どうしよう。十字くるな今回。俺何やったんだ俺。ね。ここつなげないとダメか。これじゃダメか。から難しくなってくるな。横か、横か。横ですか。横か。OK かな、これで全部繋がってるはず。 OK。 結構上がってきたんじゃない、これで。あとちょっとだね。あと27。鉱山か、鉱山開発。これ多分70以上上がんないのかな、この鉱山は。どうしよう。電子金は5万あるかも。え、52頭だけ買った。そんだけしか買えないの。電通寺さん、国高と鉱山は右の数字以上にはならないです。ああ、なるほどね。国高と鉱山は右の数字以上にはならない。清正どうしようかな。さあ、90数かな。訓練、電子金調達。さあ、ちょっとお金もらいましょう。電子金から。さてさて、ちょっと待って、一回ちょっと竹田家の様子見に行こう。ドンパチやってっかな。まだ大丈夫。飯山城もまだ大丈夫。
ここまだやってるね、神保。ただ、そろそろ時間の問題でしょ、これ。神保さん。頑張ってるね、信長さん。他どっかドンパチやってんのかな。あんまなんか、ああやってるね。島津すごいね。大友と島津がドンパチ。ここは？ああ有馬家か。これもな、そろそろつぶね、やられちゃいそう。善通寺さん、滅亡しから登用するにしても親密度高くないと配下になってくれないこともあるので、事前に親密度上げておくと良いです。ああそういうことか。ちょっと行ってみます。武田家どこだ、まあ、近いしね。ここ行ってみましょうか。じゃあと会ってくれるかだよな。お、内藤正豊じゃないですか。うわー、みすぼらしい家ですね。あー、正幸いる、正幸いる、正幸。人気とかあんだ。サドールブヨンの徳の心、のきざるの里の暗示あれば登用率上がります。あ、本当ですか。マサトヨさん、いや、マサトヨさん年いってんだよな、もう。トヨシマサはいいや。ババさんもいい年いってんだよな。ユキタカもいい年いってんだよな。だって、あれですよね、多分年通りになくなっちゃうのかな。あ、マサテル行っとこう。うわ、マジか。喜んでくんない。信綱も。信綱もとこ。え、なんか言ってたよな。え、待って、今なんか言ってたね。履歴とかないの、これ。善通寺さん、戦士の場合は若干寿命伸びますよ。あー、危ない危ない危ない。違う。なんか今、履歴なかった、これ。履歴。メッセージ、ね、あ、また失敗したん。また失敗したん。高坂正信。正信さんが好きなんだ。秋山？あと誰だろう？マリさん、おはようございます。あ、マリさん、おはようございます。信豊さん。あんまいないね。山形も行くか。39歳だもんね、まだ。うわ、マジ？マジか、まさかげか。ちょっと待って、これ行動やってる暇ないよね、多分。ちょっと一回離れてみよう。あ、いいね。これだ、この距離だったら秘技使える。これはどう？おお、おお、いった。マジ？危ない。マジか。
おお、マジ？マジかよ、まさかげ。保証の噂聞いてみようか。武器残暑剣や鎧、はいはいはい、剣や鎧、正幸軍旗物や兵多いね、いいね。剣や鎧、伝通寺さん、ポチポチネマス頑張ってください。あ、伝通寺さんお疲れ様です。僕もそろそろ終わりにしますよ、もう今日は。さてと、全員、大体聞いたか。正幸聞いたよね。ああ、これと言ってない。これ誰これ。小山田さん。秋山信虎。トラシーか。あ、やっぱ剣とかが多いんだね。みんな大体剣だね。こんなもんかな。ジオさんもあんま強くないし。あ、有馬家が滅亡した。あれ、これさ、体力1のまんまこれ移動したらどうなんだろう。ダメか、ちょっと薬飲んどっか。買いに行かないと。OK。さてと、一回長浜戻るか。いや、その前にね、有馬家がね、今滅びたんで。有馬家の人は会ってないとやっぱ出てこないのかな、これ。あ、やっぱそうだね、会いに行かないとダメなんだ。ちょっと待って、一回じゃあ岐阜城戻って、あ、岐阜城じゃない、長浜城戻って、やっぱ長期修行の方がいいね。だいぶ成功する。はい、越前はもうちょっと待ってください。老兵、もう少し兵士欲しいね。99か。軍資金調達活動だ。建築長期修行、本質は開墾。ああ、吉久さんもだいぶ良くなってきた。どうしようかな、三術かな。覚えた。鉄砲。
長期でいけば大体成功して戻ってくるね。じゃあこれでちょっと一回有馬さんの土地を見に行って投与できるやつがいるかどうか。これ援軍か向こうの。けど、あ、結構やってんね。あれこれだとどこなんだろう、町が一番近くの町でしょ。九州、備前国、九州、ここかな、備前かな、平戸かな。また失敗。やっぱそろそろ行かないとダメか。さあ、いるかな、アニマの担当。あ、いるね。アニマ。うわ、86歳じゃん。うわ、全然いないね、人は。まあ、あれだけあっとくか。なるほどね。これしかいないんだ。九州。北九州、商業圏、北九州、九州、文、美語、筑後か。やっぱいないか。あれ、だいぶ金ヶ崎苦戦してますね。目星人いない。なかなかうまくいかないですね。これね、投与して配下にするのも。あんま時間かけちゃうとさ、史実通りに進まなくなっちゃいますからね。これストーリーが。民資金稼いだ。レナは結構お金貯まってきてね。兵糧、次の兵糧貯まったぐらいでちょっと攻め込みたいですね。徴兵。軍額低いのか。戦数も低いもんね。まだか。だって軍資金調達、軍資金調達、官兵まだか。岩田さんが何か持ってた。ああ、30層あれが高いんであれば多分うまく売れるはず。軍馬買わせようか。正則は意味かな。梶尾さんどうすかな。王さんかな。結構こいつ平均的に揃ってるんだよね。30追加すか。じゃあラストに内政。これだからマックスにすっか。173、あと27かね。訓練開発、これでだいぶ秋の収穫が楽になる。
ったか。下来るのか。あ、やべ、やっちゃった、ここ、もう真ん中れちゃったな。マジか、こっち向きばっかだな。どうしよう、ここ繋がないとダメだよ。こうか。いや、真ん中だけ繋がんなかったか。多分これだけど、コク高はマックスなんてね。オッケー。あと3、あと4か。あと4だったか。ちくしょう。なんかこういうのすごい気になるんですよね。まあしょうがない、こんなもんかな。あとは防御力だけ上げれば。兵士数がね、やっぱもうちょっと欲しいね。どっか行くにしろ。ルミアンテは83で高いから、まあそろそろね、もうあれですよね、米の収穫があるから。真ん中分が足りなかった感じですかね。そうそうそう、真ん中分ね、つなげるのが足りなかったんですよ。ちょっとまあしょうがないな、あれは。さあ、結構いや稼いできてくれてる。越前攻略でしょ。いや分かってるんですけど、分かってるんですよ。お、昇進できるやつがいる。お、来たね、細川さん。いいよ。さあ、細川さんもこれで侍大将になった。ちょっと数正あたりもね、そろそろ、
軍資金が44,000か。侍大将、徴兵は侍大将でもできんだよ。軍額が高ければ高いほどいいんだよね。この2人にやらせるか。じゃあ細川さんも徴兵で、一政は何個以上武芸はあんのかな。こいつ武芸3か。ちょっと修行させるか、こいつも。武芸、和田さんは軍資金で、大久保さんは弁舌。四馬さんもどうすっかな。弓かなあ。さ、弓の方がまだね使えるから。軍馬はね生まないとダメなんでね。あ、ご飯ください。ご飯起きた。感じですかね。もうね4時半になりますんでね、今日もじゃあここら辺で配信の方は終わりにしようかなと思います。長々とねご視聴の方、今日も平日ですね、明日金曜日ですけど、明日というかもう今日か、はい、ご視聴の方本当ありがとうございました。明日は多分ちょっと配信できないと思いますんで、またこの続きはね後日という形でまた見ていただければなと思います。さあやっとね、一条の主になって羽柴秀吉という名前にね変わって、だいぶね自由度が増したんで、まあ、そろそろちょっとしっかりとね朝倉家攻略のために動かないとなかなか話が進まなくなってくるんで、はい、そろそろちょっと進行の方もねしっかりしながら今後お伝えしていこうかなと思います。さああとね並行してウィニングポストの方も、はい、配信していこうかなと思いますので。あれドキンさんずっと見てくれてたんですか。なんかコメントくださいよせめてはい、そんな感じで今日も皆さんご視聴の方本当ありがとうございました。それではまた次の何かしらの配信でお会いしましょう。それでは皆さん良い夢を。おやすみなさーん。おやすみなさーい。